五十嵐監督からいきましょう。あー、アザラシ、アザラシ、あ、動画、あ、見てみた、はい、さあ、秋大会からですね、秋からですね、はい、みんな結構めっちゃやってたからな、頑張ってたからね、マジで、まあ追い込み期間なんでね、はい、長時間やってたから。おい、おい、いいね、自動得点ナイス、うん、あー、2だけ、はー、しゃあない、動画の音がちっちゃいって、まあ、あ、OK、 じゃあちょっと大きくしましょう、はい、のんちゃん、ナイス、うわ、同点か、いやー、おーい、バッチー、ナイバッチー、ノーアウト2、3塁からの、でも犠牲、犠牲フライ、いいね、いい、ナイス、ワンチャン、そのダメ元進塁だ、うわー、いいコース打つね、いいコース、まだノーアウト、いいよ、いいよ、アザラシも育ってます、相手疲れてる、おー、ナイス、貴重な追加点、うん、ナイス、いいっすね、いいっすね、本当にここまでね C とかに苦しんでたからね、あー、鳥取電工出たなんでだ、新しい、もう毎回立ち塞がる鳥取電工でも先生いいよノーアウトよ、無慈悲なホームランいやーいやーいやまあグランドスラムいやだいやそれはか、満塁男はね、発動するとめちゃくちゃ上がるからね、いやー、限定的な分ね、うん、と鳥伝子強いな、強いな、立ち塞がるな、うーん、早川プロになってくんないかな、ドラフト、ドラフト、早川、早川頑張ってたからな、早川、おー、ヤクルト早川一人だったけど、しょうがない、あ、でも一人でも十分よ、いやーでかいよね、うん、威圧感でしょ、おごく普通の石神ごく普通の、うん、これ取れたらとっても大きいんだけどね、うん、ごく普通の威圧感ごく普通ではもうない、威圧感まで手に入れてしまったらやばいよ、 D になった、お石神よくつくな、うん、固め打ちになった、正技結構ついてるイメージあるな、そうね、ぼちぼちいけてるよね、うん、うん、おいいじゃん、うやばクリスマスイブ、おっ、いいねいいね、わーやっべー、重い玉で強くなってほしい、さあ重い玉いいですよ、重い玉、よし、ひまちゃんナイス、毎年重い玉持ってない、うん、なんででしょうね、偏見かもしれないんだけど本当の意味での偏見かもしれないんだけど、いやいやいや、ただ救出が重いだけですから、そうですよね、うん、うん、そうです、そうです、なんら対はないです、対はないです、やった、おめでとう、素晴らしい、いやーこれがやっぱりね 50% ね、来ない時はほんま引けんから、タイエース取れたら大きいね、あ、今年はぶっ刺さるタイエース、うん、間違いなく刺されますよ、間違いなく刺されたいです刺さらないやつが多分いないだろう、全チーム刺さるでしょ多分ね、そうか、神の大学生かよ、おい堅実だな、サインね、リゾットまあ悪くないけど1年目に欲しかった、ならず者、いいよならず者、職人占い師、あ、占い師いい感じよ、あー大学生が、まあ大学生、なかなか大学生ですよ大体、まあ、大学生とか官能学生ですよアイドルなんて、まあ、そうそう来るもんじゃない、なんてね、うん、おいいね、おー、
ハロメがどんどん強くなりますね。いいね、中心選手として育っていくのはいいですね。さあ春甲子園。いや、物にできなかった両方 A なんだが、うわーうわーうわいよ。待ってもらったわよ。あー、ホームラン、自動失点がホームラン2本ほんと自動ホームランあるよな、うん、いやでもいいよ、毎試合あるよな、毎試合食らってる気がするんだよな、アザラシ。でも頑張ってるよ、マジで頑張ってるよ。粘っています。どうだ、ナイス。うお、今の打球で2人すごいね、ナイスラン、いい走塁。またホームラン多すぎだろ、3本目ホームランでしか取られてないやん。うわー、すごいすごい、戻ってこい戻ってこい戻ってこい、ナイス、すごいエラー。ごく普通じゃない石神。ナイス、いいねー。今更ながら五十嵐の画面見やす確かに左なんだよね、うん、見やす。そしてパワター、あー、ま、何本食らうねん、ソロホームランを。ソロホームラン4本目失点全部ホームランじゃねえか、うん、ナイス、よかったわ、ナイス勝利、初勝利かな甲子園。いや相手、うん、これマジで運よかったな、ヒット5本で、ね、ソロホームランしか打ってねえすごいね、ヒット5本のうち、あー一発いやー、さすがに食らいすぎたさすがに食らいすぎたか。いやそうだな、ヒット5本のうち4本ホームランだもんなさすがにね、さすがにね、ちょっと厳しかった。はあ、なんで五十嵐のところはいつもこんな試練ばっかり。一発きついな、一発はつらいね、ないのに食らってたからね今まで。あ、つえ、いやあ、辰巳だ、おう、辰巳だ、ラッキー辰巳じゃん。あ、小山、うわー、いやいやいや、やばすぎる、それはやばいでしょ。言葉にならない叫びになってるどうだ、ペチャラ取れるか取れないか、いや、まだ1点差、どん詰まり、ナイス、抑えろ、あー、ナイス、いいストレート、いいね、 いい試合してるよ。お、ノーアウトのランナー、ごく普通じゃない石神、あー、いいいいよ、あ、ここでバントエラ、しっかり送る、お、ナイス、おー、あっつすごいすごい、いや、サロメ、いいね、すげえ、いや、さっきのバントめちゃくちゃいい、うん、そしてここでスクイズ、スクイズ、ナイスナイス、いや、いい好判断、うん、キャー、いやー、なんでこれ、スコーキロ、頑張れ、いける、お、おー、いやー、さすが、よっしゃよっしゃ、あとワンアウト、すげー、よかったな小山いんのに、ええ、相手によかった、すごっ、頑張った、すごいわ、ええ警察いつついたっけねそんなおおやった、あちー、あちー、早川プロ、わざわざ甲子園まで来てくれたんだ、足を運んでくれてヤクルトなのにわざわざ甲子園までシーズン前なのに先制してるぞ、あ、ナイス、ミコスタもめっちゃおっとるよ、
もうこれは普通じゃないホームラン。浜風ものともせず。やば。甲子園のあっちに突き刺すのはもうプロよ。うん。なんか来てる。石神甲子園での打率やばな。やばいや、電圧感ついたからね。うわお。うお。お前もまさか魔物を使いこなせるのか。お前も。監督が。また監督。ああこいつ。うわ。もしかしてお前も。お前。打ち気なのか。そんな感じしないけどな。いやらしい。うん。エス。はい。うわー、鋭い。いや、いい当たりマジいい当たり。ちょっと余裕も見れますよ。10点目ですからね。すごっ強っ。めちゃめちゃ打つやん。ペトラの走塁よ。足速い。あ、筒子。ペトラ様、筒子だ。あ二人飛んでる。しんど。さすがの栄冠でもあんま見ないぞ。これはストレートしか投げれないと噂の。ストレートしか投げる気がないという噂の。気持ちよ。オリックスの中継ぎみたい。いいじゃん。いいね。準決勝。準決まで来ちゃったよ。強い。すげえな。また A だ。お、でも先生。いいよ。あ、また。生。一発ついちゃうってまた。やめてよ。やめてよ。早川が甲子園まで来てくれたんだよ。足を運んでくれたんだよ。あ、惜しい。惜しい。この桑原、桑原じゃね？あれ、DNA 桑原。多分桑原だな、あの顔。多分桑原だな、うん。ガッツマンっぽいもんね。うん。ファインプレーでおなじみ。あの顔、桑原ですね。いいね。はい。お、ノーアウト1、2塁。いいよ。ここでバント。もうナイスバント。まあ、とりあえず同点しなきゃね。勝ち越しもある。あー、いやー、マジか。あー、うわマジか。いや、でもナイスゲームよ。赤がいっぱい。お、出た。チャンスじ。まあまあまあ。チャンス。ピーキーのやつがたくさん来るな。ピーキーだな。強いけどピーキーだ。あ、こいつ強いけど、強い。満足、満足いってないの。満足いってないじゃないですね。好感を持ってましたよね、今ね。満足いってないの。ダメ打ち、ダメ押し。悪くないけど。うん。まあでもね。ああ、まあまあ。あ、バオいいじゃん。チャンスにしてただけで。人は疲れてしまったので次回。あ、疲れちゃってんのね。もうね。まあ確かに激闘ばっかりだったからね。シンプルに疲れた。はい、というわけで。シンプルに疲れてましたね。はい。セアザラシの春甲子園を見ていきましたけども、はいはい、まあでも大健闘と言っていいんじゃないですか。いやー、まあね、もうコーバスに負けじとね、うん、やっぱセイヤさんもきつい展開の試合がやっぱり多いんですよね。本当ね、楽に勝たせてもらえてないのよね。そう、ホームランっていう表示を何回見たことか。相手に食らってばっかりいるのよね。うん、マジで。いや、でもそんな中ね、頑張って準決まで言いましたから、まあ、本当にここまでね、結構苦しい展開が多かった中での春甲子園ということで、うん、はい、というわけで今日はですね、そんな中から、ピックアップ野手を見ていきたいと思います。はい、はい、いきましょう。
石神です。うわーね、先ほど威圧感がね、はい、つきました。石神ですね。はい、これもうまあごく普通ではなくなったと。はい、いやそうでしょ。安倍氏と威圧感ついちゃってるもんだって。そうなんですよ。まあ、もうもはや強打者、普通の強打者、ごく普通に強くなった普通の強打者。はい、ごく普通に強打者の石神です、ね、はい、まあ、うん、でも甲子園でもそうだったように阿部日を生かしてヒットを積み重ね、威圧感で相手を崩すという、うん、はい、非常に信頼できるバッターに育ったのではないかなと思いますけども。甲子園めちゃめちゃ打ってましたね。めちゃくちゃ打ってましたね。ホームランもあり、うん、ごく普通の強打者。いやいやいや、はい、でまあ、ここからどう育てるんでしょうね。ここどうしましょうかね。まあセンターやってるので、うん、まあ総力ミート BA とか、うん、まあまずそこがラインなのかな。あとまあ守備も1上げて D にすれば守備範囲も広がるので、うんうん、まあちゃんと、まあ、能力かみ合ってるプレイヤーなんでね、うん、そうですね、はい、まあ、でもここまでね支えてくれてるプレイヤーなんでね、いやいや本当にいいところで打ってるよね。そう、3年間通じて本当にいいところで打ってるイメージなんで、うん、うん、はい、はい、これは夏もやってくれるでしょう。夏活躍したらね、またもう一段階ごく普通じゃなくなった石神が見れるかなと思いますので、はい、はい、お楽しみにということで、はい、というわけで石神でした。はい、さあそして続いていきましょう。回答いきましょう。回答問題児お願いします。こちらも甲子園、はい、ここやったら落ちてたかもしれない。ポンポン。ちなみにですね、渡来の動画は、はい、ちょっと音量が大きい。全然打てねえな。そうなんですね。デフォルトで。でかーい。これだよな。さあ、春高生。いい叫び声してるよね、本当に。はい。ナイス。アイソールうまい。いや早いな。回答は走塁がうまいのよね。本当に早い。うん。これでね1点がもう確約されてましたから、はい、強い足ばっやば一流戦だぞ。言ってた、あいーだったら勝ち。いやライブ王が、いやうまいな。ちょっと待って、秋名さん、さあ4球目ナイセン、うまバントうまく使うね本当に。いや惜しい、ナイス、早いすげえ。甘く入っちゃダメでしょ。回答はもうスモールベースボールよね。スモールベースボールですね。まうん、うまく本当に使って。早い。これがセーフになるから。強い。早い。二人目のね、白石も強いんですよ。強い。えぐいかも。一塁側。うわあ、ほんまに下がってる。土台がしっかりしてるんでね、回答はね。ちょっとテンションあれだったか。うますぎー。ごめん、ダンデッター。それは一旦正だな。オッケーオッケーオッケー。サムリー。ちょっと話。いやー。ナイス。こういうゲームでいいんだよな一旦。え、こういうゲームでいいんだよね。こうだよね。こう。うわー。めちゃめちゃ乱調になってんな。三者連続はあんま見ないな。あんまりないね。うん。ランネーチャ正面。でっかここの出て。ここでっか。よう押さえた。ナイス。サーンドで三点取ってる。そうね。マジ省エネ。すごいわ。チャンスをね逃さないよ、ね。うますぎる。うん。うますぎマジで。マジでうますぎ。残塁であちゃーみたいなのあんま見ないもんね。大体点入る。まあ、内野ゴロでもここはワンチャンあるっていう足持ってるからね。点入んないことはあんまりない。左打者って感じ。しっかり1点を少しずつ取っていって点差を広げていける強さも。いやいいね。ね、足が速いからヒットですぐ2塁までいけるっていう強さがありますよね。いや強いライブを。あるかあるかあるか、歌トレ三振論。いや歌トレ三振論もねあるんですよ。歌トレ結構三振取るよ、ねええ、三振率高いはずです。
なぜか打たせて取れてたのにあのストライクゾーンとかで勝負するのにやっぱ投げるからと。そうそうそう、なかなか足速いな。速え、はい、ルース速い、回り込むまでが速え、速いや、ルースルースさん足速すぎ。さあ交通か、魔物の王、魔王が来た。臨時コーチ待って、うん、さあおーうわーでっけーけどエトロさん対左ゲーセーよいしゃーいいねー。 B うわ、ここまでしっかり手堅く勝ってますね。うん、二次攻の勝ち方とはちょっと違う勝ち方、ぶねー、まあまあまあ、うん、まああそこはちょっとなんかホームラン打ちすぎたところがあるんで強藤川球児だ、球児だ、球児だ、球児つんねんだよな。球児ね。マジで強い藤川球児。あの栄冠で使うとバカだこれだ。コーチはだからね。いいんですよね。第4球はナイス。熱い。いやでも互角ですよ。いやいいですね。そうそれマジで熱いかも。さすがでも球児相手にはなかなかラインに出てないね。さすがにね。ワンヒット、まだワンヒット。ただヒット打たなくてもいいのが強さなのよ。得意の戦法。ヒット打たなくてもね、点数取れるのよ。からのもう一回作る。2点目。うわフィールディングうま。これがマジで強み。知ってた。で3点目。これ知ってた。打つから。第2球投げました。セーフティーバント。サード寝てっからさ。いやーすごいな。マジで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 。やばいの人だ。さあ球児が出てくる。あ球児出てないのかまだ。すいませんすいませんすいません。これね。早っ。火の球児に見え。火の球。火の球児何キロ。さすが。え？だすぐ台座出されたっていうね。どこ行ったの？もっと球児見たかったよね。ワンポイントで球児使うのね。もったいない。まあ、栄冠あるある、うん、最高。ナイスナイスナイス。おお、はい。あっ、やべえ、やべえ、やべえ。さあ、長尾パイセン出番だぜ。いいところ引っ張るね。いや、でっけえ、シングル肩よ、コントロールよ。系統使うよね、しっかり育ててますね。おライボーサードでも守備うま。甲子園の帰りで食った牛丼が忘れられねえんだよなっていういつも牛丼食ってるこいつナイス。うわ強っ、名門勝山。いやダメか、あーホームラン、はい、なるほどね、おもろいことしてくるじゃん。さあ、うん、初めてですかねビハインドの甲子園、ね、どこに投げればいい、あなんないか、どこに投げればいいか。素晴らしい、うまい、しっかり1点取る、どこ投げろ、惜しいな、フォアボール出る。うずこうがロースコアでまとめるからできるんだよね、これが。だから噛み合ってるんですよね。でかい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 、怖い。151キロ強制度、うんーダウン、ツーシーム。いや内角のツーシーム大好き、はい、ナイス。俺すべての野球の球種の中で一番好きな内角のツーシーム。そう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 、真実はいつも一つなんだよ。第2球急にコナン君、急にコナン君出てきたけど、一番いい、お前の敵側じゃねえかそいつ。キット側なのよ。進め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 、まあゲッツの間にいて、ゲッツの間にいて、うますぎかも、ちょっとうまい、それはセーフ。評価、いやーこれでセーフ取れるからな。うまい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 、いやうま間違った、え俺セーフって言っちゃったかも。あーうまでもいい、なんかライトに止まってる、ずっとバントしてる、ずっとバントしてる、ずっとバントで点取ってる。ナイスナイス、すごいな回答。いやそうなんだよな、なんか。いやごめん、俺無言でさ、そっちに寄っちまったのかなと。第2球、ランナースタート、スクイズだ。あげるけど。スクイズ。いいさ。なんか惜しい、マジで惜しい。いやすごい。第6球を投げました。おお。うるべ。打つんだよね。打てるのよ。
最高か。じゃあ打率低いかっつったらそんなことはないんですよ。そんなことないから、うん、あの一番強い戦法がセーフティーってだけで、あのここにとってはね、足は確実性がね。ランベイちゃんどこ守ってる？ランベイちゃんどこ守ってんの？ナイスだゴーバイゼン。クソ足早かったけど。菊池かよ。一球なんかさ、待って、いや守備範囲がね、フライボールとかと噛み合ってくるんですよね、やっぱね。うん、やば、毎回一球じゃん。強すぎる。いや強豪きたー。うわ黒土だ。黒土黒土。ようやくね、直前まで行って落とされたところから、ねえ、ね、使ったよね。いいとこじゃない。そうだよね。でなんかさ、嫉妬だけ？ナイス1点でっか。自動1点。いや。フェックス理論って信じますか？第5球投げた。グラブ。かまじで。初球空振りから。センライブを甲子園でほぼ失点してないじゃないですか。安定感あるわ。完璧すぎるマジで。いや。マジで完璧すぎる。いいよ。第4球を投げました。打ちました。負けつ。うまい。あ、惜しい。うまい。ランネーちゃんの守備、いや、いや、ランネーちゃんの守備範囲が広すぎる。3安打で抑えてるぞ。おらあれ、角田うわ、この台本角田だ。ナイス春甲子園、キングがあるよ。取ったぞ。濃いなぁ、強えなぁ。走り上がりでかい。さあ笹原お前、さあチャンス。うわあ、いいの持ってくる。4月入学してくる選手はこいつらだ。ドン。総力し、本当にすごい。みんなもう息するように春優勝する。新井さん、春優勝校これで3つ目。3つ目。ちょっとしょっぱいかこれ。お強い。お強い。強い。藤田強い。風岡さん、早球し、おー、天性を。それじゃあ、特に触れることもなく、3年目春をよろしくお願いします。ひばりさんジュニアとひばりさんがいますね。います。さあ、というわけで、帰ってきた問題児、回答。いや強いな。勝ち方がね、強い。もう栄冠ナインの勝ち方分かってるね、うん、っていう感じだね。本当初出場だよね。初出場です。はい、めちゃめちゃ勉強してきたんだろうね。いやー、実際やっぱ真面目な子なんで。ねえ、偉いわ。あの本当に初出場とは思えない、初出場とは思えないくらいいい野球を見せてくれてるんですけど、まあ初出場なのは分かるのは、あの1回目の配信の一番最初のガチャの時の声の小ささ見てほしい。今こんな声でかい、こんな声でかく頑張ってくれたけど、あの俺が控えして不安になったくらいに声小さかったっていう。不安だよ、みんな不安だったよなっていう。あ、でもね、そっから自信をつけて、めちゃくちゃ頑張って、春制して、まあ本当結構ね、その2年目の夏でまあこけてしまったというか、ちょっとねきつかったからね。はい、まさかの敗戦がありましたから。はい、そっからのまあここまでの戻しっぷり、秋勝ってでしっかりとこの春に仕上げてきた。はい、はい、ここまで頑張れるかって感じでしたけども。はい、さあ、というわけでそんな、回答から選手見ていきましょう。はい、三枝を見ていきましょう。おお、まあ、強いな。赤がね、まあ、気になるっちゃ、赤がやっぱり目立っちゃうね。目立つのは間違いないんですけど、まあでも強いっすよ。いいショートだ。はい、守備も B まで上げてるし。はい、まあ、肩がね、まあ、ショートなんでちょっと欲しくなるかなっていうところはあるんですけど、まあリードオフマンやるにはもう文句ない。はい、そうだ、ちょっとチャンスがね F ですからね。はい、まあでもまあまあまあ強いっすよ。はい、プロなんとかしてくんねえかなって感じだね、これはね。
どっちか下げてくんねえかな。まあチャンスボンでチャンス D まで持っていける。あ、そうだね。でもどうだろう、まあ長所を伸ばしに行くか消しに行くかですけど。いやマジでむずいと思う、そこは。対左 G がきついね。対左 G は結構下がるね。いやマジできついから、左ピッチャーに対してね。はい、まあ、早急 E も悩むけど、まあまあまあ、でも非常に強力なバッター。いやいやいや、めちゃめちゃ育ってますよ、うん、はい。さすが甲子園だけ行っただけある。うん、まあ、本当甲子園での経験で言ったらものすごい積んでるので、回答はね、はい、本当にそうですよ。うん、だからまあまあ、春の仕上がり見たらね、夏ももう一回、今度こそっていう思いがあると思う。この育成ね、強いところは好不調があんまりないところだからね。そうです、はい、そう、打てなくても点取れるっていうのがマジで強みだから、安定性っていうところ、だから夏もやってくれますよ。ここ、ね、夏も取って春夏連覇で勢いつけてそのまま駆け上がりたいんじゃないかと。はい、連覇2校とかある？いやまあ、いや3校ありえるから。ありえますね。いや、あそこ全然あるからね。うん、うん、いやいや、いやさ、なってきますよ、また問題児だらけなんですけども、さあ